こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき、誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは、概要欄にも添付しています。どうぞご覧ください。さて、今日ご紹介するカクテル、アメリカーノ。最近はご自宅で、ご自分でカクテルをお作りになるという方が随分増えてきたようです。業務店と違いまして、一本買ってしまうとなかなかこう持て余してしまうという方が多いですね。それで、本日ご紹介しますのは、スイートベルモットとカンパリ、こちら、2種類を使ったカクテルです。カンパリはソーダ割りにして召し上がる方多いと思います。もうそれもちょっと飽きちゃったなっていう方には、こちらのベルモットも持て余し気味な材料の一つだと思いますので、この二つを使った材料をご紹介します。タンブラーをご用意ください。こちらに氷を入れていきます。このまっすぐ細長いグラスの場合、混ざりにくいですから、一番下には小さめの氷、そしてだんだん大きくしていくと、一番上の氷も大きくしていくと炭酸が抜けにくいです。そして混ざりやすいです。こちらに、スイートベルモット、30ミリ、そして、カンパリ、こちらも30ミリ、炭酸で満たします。グラスと氷の隙間を狙って注ぐのがポイントです。と持ち上げるように、でお好みで、テンダリーではオレンジのスライス、または、レモンのスライスやレモンピールでもよろしいかと思います。甘くてほろ苦い、アルコール度数も抑えめの、食前酒にぴったりのカクテルです。アメリカーノ、どうぞお試しください。